さあここでスターラストレビューの根本かなめさんの登場となりますが、今月19日にミニアルバムが発売になりました、ブギウギワンダーレビュー。そのミニアルバムを引っ提げてと言ってもいいと思いますが、今月22日からツアーが始まっております。そのツアーについて、まあ、先週はアルバムについてお話を伺いましたが、今週はそのツアーについて一体と言ってもですね、もうツアーが始まっておりますので、もうご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんが、まだまだ始まったばかりですからね、まあ、あまりネタバレしない程度に伺っておりますが、まあ、今回パーカッションの某林さんが、まあ、癌を患っておりまして今療養中なんですね。ですので今回のツアーは6人ではなく5人で回るということになりますが、そのあたりについてどういうライブになるのか伺ってます。もちろんうちは6人のバンドですから、あいつも一応かき割りで連れていくんですよ。何かき割りで、かき割り、だからこうパネル作って、一応置いとく、なるほど、それはうちは6人だとお前のことは忘れないぞ、いいですね、っていうふうに一応楽器も飾りますから。あ、そうですか、じゃあもうさもいるかのように、いるかのように、あ、いいじゃないですか。あと、それでいろいろ映像を駆使したりしながらね、まあ一応本当に5人は5人ですけど、あのいつものスターダストレビューと同じように、あるいはまた今しか見られないスタートそれを、ご覧いただけるというところで5人でツアー踏み切って、まあ半年ぐらいで彼戻ってくるはずですから、その後も普通に続けていこうということになります。あ、なるほどね、じゃあもしかすると2度おいしいツアー、ということに、まあ、ご覧になる方5人なのか6人なのか、はたまた両方見てくれる方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱ僕らにとってライブは命がけのもんですから、そりゃつまんないものを入れたくないから、たとえ5人であろうともやるって決めた以上は、もう いないからこそ面白いライブをやろうということ、もちろん戻ってきたらいつものスタートレビューもお見せできると思うんですけどね。なるほどね。このツアーは2022から2024となっておりますので、まあ、長い間あちこちツアーを回っていただけます。今までの街は県庁所在地など主要都市、しかし今回はね、そういう都市ではなく、ちょっとね、初めて行く都市なんかもあるんですけども、かなめさん、そう、主要都市はみんないろんな人たちが行ってるわけですよ。なるほど。だったら普段行けないとこ行こうって、今まさにそういうチャンスじゃないですか。普段行かないところに行くということは、普段来ない人が来るわけじゃないですか。むちゃくちゃうちはウェルカムですからね。ですよね。何回目だろうと、あの初めての人にも分かりやすく、もちろん10回目の人にも楽しんでもらえるように作ってるから、それはね、一応説明はする、これはかなり初心者向けに説明してるからね、ね、またいつもの話だとうちのお客さんは思ってるかもしれないけど、でもその人たちが非常に分かりやすく、あの僕は説明しながらスタートレビューを見せていくので、よくうちのファンの人たちが言うんだけど、置いてきぼりがないコンサート、いいですね、いい表現です、って言ってくれるんで、あの初めての方も、だってさ、言っちゃなんだけど、スタートレビューなんて、こんな人も何もないバンドが40年、なんでこんな筒ぐらいの全国でツアーできるっつったら、やっぱり僕は自分で言っちゃうけど、ライブが面白いから見に行って来てくれる人がいるからだと思うんです、僕らのライブつまんなかったらきっと僕らもやってできないよね。今回初めての試みはありますか？あります。あ、やった。これだけでもね、ちょっとグッときますよ。ちょっとびっくりします。ちょっとびっくりする。今回の、あの初めての試み、初めての試み、なるほどね。まだ僕はツアーの評判まだ聞いてないけど、はい、まだ始まったばっかりですか。正直、賛否両論あっていいと思ってるわけ。あ、そうですか。でも、まあうちのお客さんはこれはこれで楽しむだろうなっていう。なるほど、なるほど、そうですか。私は実は今日はですね、リハーサルスタジオに来ておりまして、その初めての試みかなという、あ、断片を聞いたんで、ちょっとこれが初めての試みかなと何度も私は心の中で、まあ、あの反数といいますか、リフレインをしてですね、そうでしょ、あーということで、これはだから、あのありそうでなかったっていうかね、やりそうでやらない、そうですね、これなかなか面白いですね。なので、まあそれもあるし、通常のライブとしてね、自分楽しんでもらえると思うし、あの音楽ってミュージシャンによってはまさに音楽ことが、音楽こそが言葉だって言って、あのほとんど音楽だけで伝える人もいる。僕らはそんなに有名なバンドじゃないから、スターダストレビューというのはこういうバンドで、この曲はこういう曲なんだよ、この曲はこうやって作ったんだよ、この曲はこうやって聴いてねっていう、ある程度のその説明
事情説明背景説明までしちゃうから、うん、まあだから話が長くなったりもするんですけど、うんうん、非常に分かりやすいライブだと僕は。あ、そうですか。だからこんだけ、うん、ただそれで全国にリピーターの人たちが来てくださってる。そうですね、47都道府県、うん、全て足を踏み入れてるスタースレビュー、はい、これ一人で行ってるわけじゃないですからね。そうです、メンバー全員でスタッフも含めて行ってるというバンドはね、なかなかいないですよ他には。そうだ、ね、本当にやっぱりどうしても僕らってね、あの営利目的のバンドですから、まあ、それはね、うん、お仕事ですからね、これは、はい、だからどうしてもその採算を考えて、うん、ここは入らないから行かないなっていうのだけど、僕らはそんなの、うん、抜きにしてね、うん、行きたいんだと、うん、そして例えばじゃあ1000人の会場にいっぱいにならないけど、うん、700人いるよと、うん、十分じゃないですか、うん、普通700人じゃいけないよっていうところ、700人いればやれる方法を考えるのが僕らです。そうですね。あとは DVD ブルーレイなんかも出ておりますので、はい、そうですね、それはちょっとまだ、あのね、お得用なのは、うん、僕らはライブアルバムじゃない、ライブの DVD ブルーレイを出すとですね、うん、一緒に CD も作るんですよ、うんうんうん、ライブ CD、うんうん、なるほど。でこれは、うんうん、まあ、ある意味ライブの DVD を作った絞りかすみたいなもんですから、うん、だから、ライブの CD、ね、うん、これもちゃんと作ってありますよ、それが 14、5曲入って、うん、1000円ですよ。1000円、あ、なんかそういうこと前もありましたね。こんな1000円の CD 作ってる人いないですから、いないですね、世の中。これは採算無視というかね、もう4枚、3枚ぐらい作ってる。まあぜひ、じゃあ皆さん、この CD と、それから、DVD、ね、DVD、ブルーレイもね、年中模索という前回のツアーの、ライブ映像です。よかったらご覧になっていただきたいと思います、はい、ということで、じゃあ今度はライブ会場でお会いして、はい、その時もまたお話を伺うようになるかもしれませんが、はい、まあ、新しいスターダストレビューですね、本当に、パーカッションの某林が、入院というかね、治療のため半年お休みということで、まあ、実際僕らも還暦全員が超えてですね、まあ、いろんな不具合、ほらラジオを聴きの皆さんもそうだと思うんですけど、誰にでもあることなんで、あいつも頑張ってます、僕らも頑張りますんでですね、そういうものに対してですね、いつも前向きにね、希望を持って歩んでいけたらなと思ってます。そういうものを皆さんに伝えたいし、歌って、感じてもらえたらなと思ってます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。根本要さんでした。かなめさんでした。今うーってありましたが、これはライブ会場ではみんなが一斉にうーって言うんですが、
コロナ禍ということもありまして、心の中でうーって言ってっていうことなんですけどもね、まあ、銀座ネオンパラダイス、これ各地で歌う時なんかはその街の名前になっていったりとかしますからね。だからこれはご当地ソングと言っても過言ではないということです。現在ツアー中ということで、もうあちこちですね、だからこう固まって、東北エリア固まってますとか、北陸固まってますとか、まあ、九州固まってますということではなくて、もうスケジュール見てるとね、もうあっち行ったりこっち行ったりという感じなんですよ。ですからそのあたりはホームページなどで確認をしてみてください。私も11月12、13かな、秋田県は大館、そして能代、こちらでライブがありますので、まあ、今回のツアー初参加はそこからということになります。インタビューもする予定、時間があればね、まあ、お話を聞きますので楽しみにしていてください。まあ、徐々にコンサートなども増えてきましたので、皆さん感染対策をきちんとして音楽肌で楽しんでください。サラステレビュー根本かなめさんのインタビューコーナーでした。